はい、えー、速乾塾の久保です。今日はですね、2月16日の、すいません、深夜3時になるんですよ。ちょっと早すぎると思いますけども、いつもよりね、2時間3時間早いんですけども、ここまでの相場の振り返りをしたいと思います。今ご覧いただいているのがデイリーですけども、デイリーは以前からこういう風になるよってことをお話していました。こういう風にね、線がこう出てきて、ここのゾーンにぶつかった後下に行くんだけども、 もう1回上の方に跳ねねてです、ね、今ゾーンにぶつかってるじゃないですかこれを突き抜けていくっていう風なねことをお話ししました今ここにぶつかってるところなんで突き抜けるかどうかはもうちょっと様子を見ないと分かりませんけどもまあここまではね私の仮説の通りにきれいにいってますねえそこを確認してくださいで次4時間ですはい4時間はですね えともう消えかけてますけどもこういう風にチャンネルラインが来た後に N 字を書いてね上の方にどん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 伸びていったとでここは N 字じゃないんですけどもこういう風な形になってそこを抜けてですねここでヘッドショルダーを高値圏で出してでドーンと下がったと。 その後上の方に上がってこの水準まで行ってさらにここを突き破るよというお話し,しましたけどもまさにその通りになっているところが確認できると思いますこの後ですねここで N を書いてもう一発上に行った後さらに伸びていくという形をとるんではないかと私は思ってますんでねこの形よく覚えておいてください今のところここまで実現してますからねここまであとここが実現するかどうかのところです ということなんで、もう未来図がだいぶ見えてますよね。だいたい8割ぐらいまで、ここまでは思った通りになっているんで、あと残り2割がね、きちっとはまれば100、100%私の勝ちということでございます。特に、ここを抜けて上の方に行ったら、105円、106円、引いては107円の方に向かうといった私の予測が全部当てはまることになります。1時間見てみますよ。 はい、えー、1時間いかがでしょうかこうねかき上がってますよねぐーっと移動平均線も完全に上の方向きましたよねこういう風にねでもう一発上がっていくと思いますけどもねこっからということなんで倍でずっと取れてるでしょ倍で倍で取れていると思います、まあ、エントリーした方はねおめでとうございます でここからもう最後まで私の思った通りに今度ね106円のフェーズにに入ればあ大きなな勝利になります今のところ一瞬104円台に入ったんですけどもでねそれが下落がどこまで続くかなっていうのが止まったからこっから倍に変わるよって言ったところでまさに倍の方に変わって今に至るわけですけどもほらね105円106円方面に向かったでしょ。うん、ここまででを確認してさらに倍で え見ていいこうかと思います、えー、今日はね火曜日ですんで十分カースに木とうん倍で取れていける106円の水準までいくんじゃないかと思いますけどね、はいえー、ただまあ過信は禁物ですうんちょっとした時間の変化で思ってた通りにならなくなってくるのがね相場ですからね油断せずにロスカットラインは設けてエントリーしていきましょうそれでは本日は以上です